越後交通圏央観光株式会社は、かつて、新潟県三条市に本社を置いていた乗り合いバス、貸切バスを運行する会社である。略称は、圏央観光。乗り合いバスは主に、新潟県の圏央地域を中心に路線を持っており、越後交通が100%出資する同社の子会社だった。越後交通三条営業所を前身とし、 現在の越後交通三条営業所の前身となっている。1998年1月29日に越後交通から分社化され、越後交通三条営業所が担当していた、県央地域の乗り合いバスを引き継いだ。ただし、長岡駅中野島今町東三条駅線は、引き続き越後交通が運行を担当していた。 2008年7月1日付をもって、越後交通に吸収合併され、北長岡営業所の廃止に伴い再設置された、同社の三条営業所に、すべての路線を移管した。本社は三条室日の目に所在。分社前の越後交通三条営業所をそのまま、転用したもので、県王観光が再び同社に吸収された後は、再び同社三条営業所となっている。 なお、県王観光の管轄当時、三条営業所、方面バスの行き先は、本社営業所となっていたが、越後交通本体にも、本社営業所があるため、少なからず混同を招いていた。なお、同市東三条三丁目の越後交通三条観光センターの、敷地の一部は、東三条駅前発着バスの待機場として、使用されている。これは、 同駅の駅前広場が非常に境外で、バスが長時間待機する場所が確保できないための装置であり、新潟交通観光バスの車両も待機のために使用することがある。三条市を中心に、燕市、かも市で運行路線を担当していた。東三条駅前をターミナルとし、園野駅前、下田、かも病院前を結ぶ路線が主要路線であった。 越後交通と同様に、越後交通圏王観光では、系統番号を設けていなかった。東三条駅前、長沢駅跡間は廃止された八彦線に並行する、形で運行されている。東三条駅前、ヤギが美温泉線を基本に、沿三条駅前を経由して、沿駅前を発着する便、ヤギが美温泉線から、おそば、笠堀ダムにそれぞれ延長発着する便がある。 東三条駅前鴨病院前館を基本としている。ホ内公園を経由する便もある。鴨駅前には乗り入れない。円三条駅開業前は八王子経由、向井町経由がメインルートだったが、2003年に県大橋が開通し東三条駅前、寺泊車古前館の便が、円三条駅、県大橋を経由するようになり、八王子経由の便は減少した。 園駅前、分水駅前は、運行便数が少ない。2002年に、それまでの東三条駅前、仮屋電羽島東三条駅前、大面間をそれぞれ栄町、役場まで延長して、事実上の循環バスとなった。仮屋田橋から来たバスは、大面へ、大面から来たバスは、仮屋田橋へ、それぞれ通して運行される。 四日町を経由する東三条駅前再生会三条病院間は、再生会三条病院が休診する日は運休する。厚生連三条総合病院が休診する日は一部を除き運休する。事実上、東三条駅前から本社営業所への改装を営業化した便で、東三条駅発着のバスがそのまま運行することも、ある。東三城駅前がビンのバスを、 保管する。運行便数は少ない。三条市から受託し運行する自治体バス。これらのバスは、ほとんどが21条バスで、三条市では、生活交通確保対策運行費として、県王観光が運行する19路線と、新潟交通観光バスが運行する路線に対し、計算496万円を補助している。都職は、 越後交通グループ他社と同じ仕様を採用している。路線バス車両は銀字に赤い帯の東急色、貸切バス車両はメタリックグレーに白、赤、濃紺のラインが入り、越後骨の金色ロゴが配されている。越後交通から分社時に継承された車両のほか、全国各地の事業者より購入した中古車両も保有していた。いずれも、 車体の図書区は前日の越後交通仕様のものに塗り替えてある。越後交通グループ他社の所属車両のナンバーは長岡ナンバーであるが、三条市では新潟ナンバーが発行されているため、越後交通圏を観光に所属する車両にはすべて新潟ナンバーが付与されていた。再開した三条営業所の所属車両も新潟ナンバーとなっている。また、車両の特徴として、 写真の車両のように階層表示が、越後交通で採用されている、階層車ではなく、階層の2文字になっている。これは、越後交通より分社化された、子会社である南越後観光バスや越後、柏崎観光バスでも採用されている。ありがとうございます。